え、マジ？何？ちょっと待って。こいつ何？触るとビリビリ痺れちゃうよ。え？いやーわー！ねえ難しいんだけどここ。難しいんですけどここ。もうゼルダ絶叫するリンクか。うわーって。これやっぱ逃げるのが一番いいの？強くねー？え、誰？お前何？その方は何者じゃ？お前ナルトなの？もうビジュアルが独特だし服着てねえし、もうなるほど。バラバはゾーラのプリンセスルトじゃ。ビジュアルがセンシティブすぎない？ちょっとこれ何？父上に頼まれてわらわを助けに来たじゃと。そんなことを頼んだ覚えはない。もう思春期真っ盛りやん。瓶に入った手紙、そんなもの知らん。ちょっとかわいいね、ツンデレだね。父上が心配しようがしまいが、そんなことは関係ない。とにかく今は帰れぬ。その方こそさっさと帰れ。よいな。なんで今帰れないの？歩き方よ。おい。あれじゃねえんだよ、あれじゃ。大丈夫ですか？多分やばい、クラゲが、ルトが落ちていった穴だから。で、多分ルトを運べって言ってるから、そんな、止まってるからこいつにもう一発。ナイス、オッケー。で、よっしゃー。はー、怖いぜー。もうやばい、弾の数がない。やばい、これ何がマップかなー。きたー、最強武器ブーメラン。待って、ここでブーメランはマジで嬉しい。完全に上位互換だからな、これパチンコの。ナイス。え、ここにあるこれで、バカシーン。剣で切ると弾かれるから、ちょっと待って、やばい。22秒、ハート欲しい。お、体当たり上等。待って、体当たり上等。やばい、いけ、いけ。違う、バカ。やばい、うわー、やぶねー。ねえ、さっきのセーフだったじゃん。わあ、なんか中ボスくせえ。でーさー、はい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 。こいつはなんだ。でもブーメラン手に入れたってことは、多分ブーメラン使うから。え、待って、やべ。これ？やべ。やべやべやべ。わ？なにこれ？え、なにこれ？なにこれ？よっしゃ！まだか！ちょっと待って、一回牛乳入れるわ。いやー、ここで牛乳切りたくなかった、マジで！牛乳切りたくないが、いいじゃん。え、倒した？え、
倒したマジで、え倒した、あ、イエーイ。ちょっと待って、ダム危ねー、ハートラッキー、え、な、え、やばい、あいつ何どうやって倒すの、え、なんか成功法、ちょっと待って、あ、そうだからこっちに来た時に冷静に盾で防げばよかったんだ、そうだこっちに来た時に盾で防いで、それで弾かれて反対側向いた時にブーメランで決めるってやつか、なるほどね、そういうこと、まあ、飲んでなくてよかった、しゃーボス戦、こんなボス、え、怖、もうこの攻略法がパッと見でわかるけど、うわーうわー終わった、もう一番苦手そう、あーはいはい、多分あれキル系でしょ、いやいやめちゃめちゃ奮発した線香花火みたいになってる、バリネード、多分これはもうね、一回ナビの話、寄生クラゲが集合した怪物をクラゲに守られた本体を狙ってた、聞いてる、マジで、あ、聞いてる聞いてる聞いてる、マジで、やべ、ここがある、やばい、やばい、これ狙いを定めるのが、雷がどのタイミングで来るんだ、うわーこれナイス、切れてる切れてる、あともう一箇所、あともう一箇所、
バケン体力全開よく。うん、あ、ルトいるじゃん。え、ルトに話しかけたい。でもこれ、帰ってはない？え、あ、かわいい。え、おい、かわいいじゃん、ルト。遅かったではないか。何をしておったのじゃ。この役立たず。急に萌えキャラになったルトが。いや、なんか萌えキャラの片鱗は以前から感じていたが、急に萌えキャラになった。ホロライブに入らないか。ちょっぴり心細かったすら。え、かわいい。かわいくない？君ホロライブに入らない？え、かわいい。なんかこれ見るとあれだわ、最初の頃のもかわいく思えてくるわ。ねえ、ほほぞめ卑怯だよな。距離近。何やっとんねん。何をしとんねん。え、え、そなた、こんなん好きになっちゃうよな。思ったよりかっこよかったぞ、ちょっぴりな。ま、助けて もらったのだから何か礼をしてやってもよい。え、スバル、今これすごい、今の顔やばいんだけど、超ニヤニヤしてるんだけど、可愛くない？何が望みじゃ言うてみよ。精霊石ください。水の精霊石とはゾーラのサファイアのことじゃな。やばい、このサファイアはわらわの夫となる者に授けようと母上にいただいたのじゃ。やばいやばい、スバル、もうゼルダとかと、ゼルダとやってる場合じゃない。いわばゾーラのエンゲージリング。やばい、よかろう。その後にわらわの一番大切なゾーラのサファイアを授ける。結婚、何その泳ぎ方、独特か？やばい、もらっちゃった。やばい、もらっちゃったんだけど、ゼルダは？ゼルダはどうなったの？ゼルダは。え、でもこのさ、これじゃあゾーラのサファイア一番スバルあれだな、精霊石の形で好きだな。っていうことで茶を濁しておこう。ゾーラに伝わる水の精霊石、一番大切なもの、よくわからないけど、ついに1が3つ揃った。鈍感系主人公ですね。ゼルダ姫の元へ戻ろう。そうだよね、やっぱゼルダだよな、スバルも思ってました。やっぱゼルダなんだよな、マジで。父上には内緒ずら。内緒ずらじゃないわ、内緒ずら。かわいいじゃん。これで、あ、これ酔う人酔うね。これちょっとみんなね、あの、待って、スバル見て。酔う人酔いね、スバルがね、ウィンクしとっから。